臣の方からお願いいたします。はい、今朝7時前後にですね、北朝鮮が何らかの飛翔体を発射したものと承知をしています。政府としては今情報収集そして分析に努めているところでございますが、いずれにしても現時点において我が国の領域や排他的経済水域に飛来をしているということは確認されておりません。防衛省においては私の下で先刻8時30分から関係幹部会議を招集をいたしまして、所要の情報収集分析に努めているところでございます。なお政府においては関係省庁局長級会議を開催をし、情報収集の収集と分析に努めたところでございます。北朝鮮はこうやって度重なるミサイル等の発射によりまして、関連技術の高度化を図っていると認識をしておりますので、引き続きですね、これを深刻な課題と捉え、情勢をしっかりと注視をしていくとともにですね、警戒監視体制に万全を期してまいりたいというふうに考えております。以上です。今年に入りミサイル発射相次いでますが、はい、これらの関係はいかがお考えでしょうか。関係と言いますと関連性ですとか、そういったものですか。5月から数えると10回目になりますかね。したがって先ほど申し上げた通り、累次の発射を通じて、関連技術の高度化を図っているというふうに認識をしております。各社どうぞ。NHK です、はい、前回でしたかね、すぐに時間とかですね、何発かっていうのが、すぐに発表されたと思うんですが、今回はそういったことがまだないんですが、今分析中です。やっぱり発射された方向や飛距離等々によってですね、その時々によって情報の収集の度合いが違ってきますので、今分析をしているところでございます。大臣、はい、東京新聞の山口ですが、はい、今回飛翔体の飛んだ方向とおおよその飛距離もし捉えていれば教えてください。それは分析中でございます。はい、もう一点、はい、韓国がジーソミアの破棄を通告した後、2回目の発射となりますが、これとの関係関連どう捉えていますでしょうか。関連と言いますと、ジーソミア破棄通告との関連、そこのいわゆる北朝鮮の意図ということですね。それについても分析をしていきたいと思います。今回韓国側との情報交換なんかはいかがでしょうか。ジーソミアが生きている間はですね、適切に対応していきたいと思っています。